アンヘル・エム・カストロは、ドミニカ共和国ルアルテ州、ピメンテル出身のプロ野球選手、宇トを右打ち。現在は、フリーエージェント。2006年の MLB ドラフトで、デトロイト・タイガースから13巡目指名され、プロ入り。2008年まで、タイガース参加のマイナーでプレーした。2009年は、フィラデルフィア・フィリーズ参加とタンパベイレーズ参加の、 マイナーでプレーするも、メジャー昇格には至らなかった。2010年は、独立リーグのアメリカガソシエーションに加盟する、リンカーンソルトドックスでプレーした後、メキシカンリーグのチーワーはゴールデンズに移籍。2011年は、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズでプレーした。2012年1月23日に福岡ソフトバンクホークスに入団した。 5月25日に一軍昇格を果たしたが、当番は3試合のみで、防御率6.00と目立った活躍はできず、シーズン中盤以降はずっとファームでの出場が続き、シーズン終了後の10月25日に対談が発表され、11月1日付で自由契約となった。2013年は、開幕前の3月に開催された第3回。 ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。レギュラーシーズンはロサンゼルスドジャース参加のトリプル a 級アルバカーキ、アイソトープスでプレーオフの11月7日にフリーエージェントとなった。2013年12月11日にセントルイスカージュナルスと1年契約で合意した。2014年3月23日に40人枠を外れ。 参加の AAA 級メンフィスレッドバーズへ降格した。2014年8月8日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2015年5月8日にメジャー初昇格を果たし、翌9日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。9月1日にディーフとなった。その後再びマイナー契約を結び、AAA 級サウンズに降格した。 2017年4月10日にメキシカンリーグのモンテレー、サルタンズと契約を結んだ。2018年1月12日に放出された。3月4日にメキシカンリーグのレオンブラボーズと契約を結んだ。6月30日にトレードでオアハカ・ウォーリアーズに移籍した。8月9日に放出された。最速時速158キロメートルのストレートとスライダーが武器。 ありがとうございます。